今朝の散歩をしています。時刻の方が、時刻の方が、5時44分ですね。ただいま。で、こちらが、小田急線の豪徳寺の商店街ですね。豪徳寺の商店街に、なります。あっちにも郵便局があったり、こちらの方にはない、特にない。ブックオフが、あったりなんかしますね。で、ちょっと、散歩しててですね、烏山緑道、ちょっと、花が咲いて、アジサイですね。アジサイ。まだ、どうなんだろう。なんか大きくないアジサイ。種類が違うのかな。よくわかんないけど。で、こちらがツツジ。ツツジが今咲いてます。ね、こちらにも、ツツジ。と、あと、これが、鮮やかなアジサイが咲いてます。これをちょっと撮りたかったので、ちょっと撮らせてもらいます。肉眼で見るともうちょっとこう明るい感じなんですけどね。もうちょっと青みが、明るい青が、明るい青なんですけどね。ちょっと鮮やかじゃないですね。動画で、映像で見るともうちょっと鮮やかな青してますね。ということで、これ言ってもしょうがないということで、アジサイは鮮やかな青のアジサイが、咲いていたので、撮りました。これで、終わります。また散歩してて、なんか変わったことがあったら、映したいと思います。終わり。